どうもお疲れ様様です FX オリガル日の皆様あ今週はですね32週に入ります8月7日から11日の間32週目はちょっと占っていこうかと思いますけどもまいろいろと、ねえー、1日検証したんですけども、えー、この週ってのは32週ってのはね週の前半でもうちょっと下落にいくんではなかろうかと思いますけどもでも週のどこかでですね上昇に向かうんではないかなっていうふうにも考えてるんですよ。で最終的には143円前後ね 142円の80とか90とかあたりとか、143円の10とか20あたりで着地するんじゃないかなって考えてます。まあ、いずれにしても今の価格よりも最終的には円安の方向、つまり141円の685で止まってるところが、それ以上の価格ね、142円とかね、えー、そのあたりになるんではないかな、進むんじゃないかなと思ってます。図の方から書き込むと、 こっちの方向に結局は行くんじゃないかなってことです。イメージとしてはもうちょっと下がって上に行くみたいな感じですよね。まあこれはちょっと突き足なんで書くのには適してないかもしれませんけどさあその中でね、えー、この突き足を評価するに、あのー、だいぶね、ウクライナの侵攻から潮目が変わったってことがはっきりわかる展開になりました。以前はこの辺りが高値をつけていて、その後ね、安定した、あこういったトランプ相場を作っていたわけなんですけども、バイデンさんに変わって、それから、 ウクライナの侵攻があってからね、こう、真上に伸びるように、バイアンドバイを繰り返して15、151円のあたりで介入が入って、152円のあたりでね、介入が入って、ドカーンと半年ほど戻ったんですけども、結局は円安の方向にまたね、巻き戻されていってるでしょ。で、新しいフェーズっていうのは、もうこのあたりにできてるわけなんですよ。だから以前のフェーズと全く違ってますよね。ここの上と下ぐらい。 このぐらい国際情勢っていうのが大きく響いてるんじゃないかなっていうところが見て取れます。で、今後もこの辺りで展開されるんですけども、とにかくね、145円の水域でもう介入が示唆されてますんで、ここを天井にして行ったり来たりするんではないかなってとことです。当面はまだまだ上に伸びる力が働いてます。陰線があったって言っても、こう下髭が出てますからね。 これは下に行く勢いが消されていることと、要線の勢いに乗って、まだまだね、円安の方向に向かうっていうところが、突き足で見て取れるかなっていうところですね。はい、これが突き足の圧力です。で、次は週足になってきます。週足は W の右辺が強いっていうところがね、かなり印象的だったんですけども、こっから抜けて、W を抜けた後も上昇が続いてですね、N 字を書いて、さらに 介入を示唆されるところまで行ってしまいました。それが145円のところだったんですけども、結局ここで叩かれて戻ったんですが、またね、145円付近に戻ろうかというところでございます。いや、こうなってくると、おもう一回ぐらいね、介入を示唆されるようなところまで、週足も進むんではなかろうかというところですね。ただし、週足の、ちょっとね、前の、これですね。ちょっと伸びがね、止まってるところがあります。上髭で。その前が、 下髭を出している陰線なんで、これちょっと横ばいかね、下の方にちょっとずれるぐらいかなっていうところですね、週足では。うん、まあでも、これからね、あの日足とか4時間とか1時間見ていきますけども、上昇に向かう材料も残されてますので、週足は全体的には、ね、上昇圧力ですよ、うん、こうなってみるとね、えー、まあ、ここから下がりきったところからまだ上がってきて、145位まではまだ上がる余地があると思いますからね。 まあ、週足に関しては上昇圧力はあるんですけども、一週間見てみると、下落で終わる可能性もありますね、これ一週間はね。うん。まあ、そう考えていくと、月足で、あの、何、今週は143位に行くっていうのと矛盾するんですけども、ちょっと矛盾してるんですよ。月足を見たところと、週足を見たところと。この辺が、ちょっと相場感を難しくしてるんですけどね。次、日足を見ていきましょう。全部ピタッと揃ってるといいんですけどもね。やっぱり入り混じってますよ。で、日足なんですけども、 まあ大事なののはこの特殊レンジっていう私が名付けたところですね、ここが天井になってます、で今、一旦落ちましたんで、落ちたってことは、これからまた特殊レンジまで戻ることがあるかなと、それからね、大きな陰線が混んでて、すぐに反値戻しが起きたでしょ、次の陰線って、ちっちゃいんですよね、それに比べると、つまり、陰線でセルでエントリーした人が、今度ね、倍に展示しきれてる可能性があります。 でですのでこの陰線もそんなに長く伸びないというふうに私は予測しますね今週1週間また7本の冷やしがここに形成されますけどもうん多分3本が陰線で4本があ陽線、まあ、こんな感じだと思います、まあ、実際は FX ってのは7日間ありませんので1日か2日が陰線で残りがね陽線になるっていうことで結果的には上に伸びることになるんじゃないかなと思いますそれがだから143円の水域まで行く と,いうところになります。ちょっとごちゃごちゃして見にくくなりますんでここで決済しますけどもここですよねこの折れ曲がったところあたりまで戻るんじゃないかなと思ってるんですよ、ね、折れ曲がったところあたりまで戻るんじゃないかなーと、うんまあ、それが冷やしの私の見方ですですんで冷やしに関しましては上昇圧力の方が勝ってるかなってところですねで4時間いきましょうかまあ、4時間になってくると実際に月曜日が明けていかないとわからないところがありますけども、うん、多分これねあの やっぱり上昇圧力の方が勝ってるんですよね。要するにこの下落っていうのは強かったんですけども、そっからというものをもう上がりっぱなしなんですよ。上がって下がるんだけども、それ以上に上がるみたいな感じで、あの、高値を更新してるんですよね。だから多分安値もね、こう更新をして、どのあたりかわかりませんけども、安値も下がったところでまた更新して上に突き抜けるみたいな図を私は見てますね、4時間で。実際これ月曜日動いてみないとわかんないですけどね。うん、ただ、 上昇の傾向にはあるかなというところでございますまあ、あの下落してる途中に上昇圧力があるっていうのはどっちも言いにくいんですけどもでも実際にこれは上昇示唆している形高値切り上げ安値切り上げになってると思いますようん、だから一つね週が開けてみないといけないのはここにどう反応するかなんですよこのトップにどう反応するかなとちょっとあのえぐれて込んでますけどもね多分ここから月曜日から火曜日の間に反転して上昇に向かうんじゃないかなってところですね これが当たっていれば、あの、32周も楽なんですけどね。じゃあ次、1時間で締めていきましょう。1時間このようになってきて、あの、前回、私がね、金曜日に、こことここを結んで、抵抗体があるから、上昇に向かうんだってことでね、緩やかに上昇に向かった後、材料で、ちょっと下の方にガクンガクンと落ちました。 その感激を塗ってここでね、理覚をしたわけですけども、これがじゃあ再現なく落ちていくかっていうとそうでもなくって、落ちるとしてもね、ここまでだ。ギリギリ見えてますけども、ここまでですね、落ちるとしても。早々に反発して上昇に向かうんじゃないかなと思います。ただちょっとね、あの、嫌な感じがするのは、ここにもちょっとね、上下転換のサイン出てるんですよ。だからこれが、転換のサインが、ここで終わってくれればなと思うんですけどね、この辺りで。 うん、点火のサインっていうのはずっと上がってきたやつが1本だけヒゲを出してるでしょでこれを中心にまた逆方向に戻るっていうやつとあとね陰線と要線の並びがね、まあ、ヒゲでちょっと変わってるんですけども似てるわけなんですよこれがこれとこれがね横並びで陰線と要線が似たようなやつが出てるんですよこここれれがちょっっとと気にななるかなってところですただしこれも ここでもう終わるんじゃないかなと思いますけどもね、この辺りで。だから週の月曜日とか火曜日あたりに上昇に転じてくれれば、あとはここを突き破るだけなんで、見えてくるかなというところです。この辺りまで、あの、月曜日と火曜日の1時間軸を私は見ています。はい、というところでちょっと長くなりましたけどもね、解説の方いかがだったでしょうか。えっ、ー、と、材料の方も解説してますけども、今週は材料、木曜日の夜以外はほとんどありませんので、気にせずテクニカルをやっていきましょう。それでは。